どうもこんにちは。今日はですね、健康の基本の基本の基本っていうことについてテーマで話していこうと思います。いや、実際ですね、私も健康分野のですね、いろんな本だとか、まあ教えてもらったりとかいうこともいくつもあるわけなんですけども、まあ経験いろいろあったわけなんですが、この基本の基本の基本っていうことについて聞いたのはですね、正直初めてだったので結構衝撃的というか、あ、実際そうだなと思えたので、これを話していこうと思います。まあ健康の基本っていうとなんとなくですけども、例えば食事だとか運動だとかですね、睡眠だとか、そういったところの何かなんだろうなって思ってたんですけども、実はそういうことだけではないんですよね。なので、例えばこのサプリメントを飲めばいいとか、今でしたら水素水を飲むとか、食事をですね、炭水化物を、まあ、取らずに食べるとかですね、そういったこととか、例えば油を抑えるだとか、ポテチを抑えるだとかですね、野菜を生で食べるとかですね、そういうことでもないわけなんですよ。私もこの話を聞いた時にですね、まあおそらくなんかそういう食べ物だとか運動だとかそういうことが語られるんだろうなと思っていたんですけれども、実際そういうことはなかったんですよ。でも一番まあ重要なことなんですね。なのでそこの部分について、まあ私が聞いたことをですね、話していこうと思います。人間ですね、まあ例えばですけれども、生きていくのに一番重要なものっていうのは何かっていうことを考えると、その答えがわかるそうなんです。例えばご飯を、まあ、食べない、断食するとしたらですね、まあいつになったら、いつまで人間っていうのは生きられるかっていうと、まあ軽く1週間2週間3週間ひょっとしたら1月ぐらい生きることができると思います。じゃあそれよりも短い期間しか、生命を維持できないものっていうのは何かと考えると、次に挙げられるのはやっぱり水分になります。ご飯食べられなくても水さえ飲んでおけば、まあ生命は維持ができますよね。今みたいに暑いと熱中症なんかが発症したりとかっていうことで命を落とすっていうこともありますけれども、結局水っていうのは非常に重要なんですね。で、ただその水であったとしても、まあおそらく2日とか3日ぐらいであれば全く水を飲まなくても大丈夫。よく昔のアニメでもありましたけど、砂漠を歩いていて、もうここ3日間ほど水飲んでなかったんだって言っててもまだ生きていますから、それぐらい重要なものではありますけども、それよりも重要性が高いものが実はあります。それは何かっていうと、もうここまで言うと大体あれかなって思っていただけたかと思うんですけど、答えはですね、やっぱ酸素なんですよね。息をしないと人間っていうのは、維持ができないっていうんですかね、生命を維持することができません。大体その時間っていうのはおそらく3分ぐらいだと言われています。なので、あなたもまあ測ってみたらいいと思うんですけど、例えば10分間息止めるなんていうことはですね、一般人にはほぼできません。酸素が回らないとその場で死んでしまうっていうことになるわけですね。ですからその酸素を
取るというか息を吸うっていうことが非常に重要になるわけなんです。なので、健康の基本の基本の基本っていうのは、呼吸をするっていうことが一番重要なわけですね。前に、瞑想の話をしましたけども、瞑想なんかも非常に、やっぱりリラックスするっていうのはそれだけ、まあ、体に重要なものが、まあ、行き渡っているというか循環してるっていうことが実感ができて、まあ、体が楽になるんじゃないかなというふうに思うんですね。そういうふうに考えますとやっぱりその、まあ、酸素をすると酸素を取り入れるっていうか息を、まあ、意識して取るっていう、意識してするっていうのは、日々の中でやっていっていただければなと思います。では、具体的にですね、何を、どうしたら、まあ、その呼吸を整えることができるのかというか、まあ、正しくというか、体にいい、呼吸の仕方っていうのはどういうふうなやり方があるんだろうとか、いうことが気になってきますけれども、これもやり方がもう本当に先生によって違うということが起こります。まあ、いろいろとやり方がある中で、一番、まあ、練習もせずにできるやり方っていうのは、結局は、深呼吸なんですよ。深呼吸をすることによって、まあ十分な空気を体の中に取り入れることができ、かつ体の中に残っている空気なんかも出すことができる。なので、まあ息を吸い込むことも大事ですけども、息を吐いて体の中に、体から出すっていうことをですね、意識して、やるのがいいそうです。なので、やり方は、何でもいいということですね。座禅をして、こういうふうにしないといけないとか、目をつぶらないといけないとか、そういうことではなくて、深呼吸を意識的にすると。で、深呼吸をするときのポイントとしては、体の息を全部吐き出すっていう感じですね。すると、まあ、自然と体に、また新たな空気が取り入れられるっていうことだそうです。なんかこれって水泳の時も習いましたけど、息継ぎですね。全部吐き出したら、口を開いたら勝手に入ってくるなんていうことを、小学校の時にも習ったかと思うんですけど、結局そういうことですね。吐き出すことができれば、空気は勝手に取り込まれるということで、非常に、体の健康には、いいそうです。なのでぜひ皆さんにもこの深呼吸っていうのを、まあ、取り入れていただいたらなと思います。もちろんその、まあ、こだわってくるんであれば、それこそ車がビュンビュン走っている道路のそばで深呼吸をするよりは緑が多い公園だとか山とかですね、川とか海とかそういったところで深呼吸をする方が当然、体にとってはプラスになると思いますんで、朝起きて散歩してですね、そういう自然なところで、深呼吸をするっていうことが重要になると思います。で、その時間っていうのもそんなに10分も20分もする必要はなくて、もう3分ぐらいできればですね、それで、満足していただいて、息っていうのは無意識的にやってしまうんですけども、日に何回かは意識して深呼吸をするっていう習慣を取り入れると、体にとってはプラスになってくるということのお話をさせていただきました。今日も最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。